やるとするか。ここは冥界。俺が本来来るはずだったのだ。子供たちは大丈夫だろうか。さあ行くとするか。お？おお、いっぱい人がいる。ささっと行くのよ。さっさじゃないんです。ささっとなんだな。次はどんな人生かな。名残惜しくて終わります。あ、行った行った。あれだろ？あいつは黒幕だよ。絶対飲んではいけねえぞっていうなんか、バカ野郎言ったんだよな。逆にあれじゃねえか？飲みたくなるよな。この呪いみたいなものをなんか打ち砕かなきゃいけねえんじゃねえか？幸せだったよ。そうか。骨埋まってんじゃん、ここ。それで、おお、誰だ？カロン、飲んでないな。記憶を消して、ああ、なるほど。こう飲むと、もう完全にそうなっちゃうんだな。生まれ変わっていくのだ。みんな、お前どうすんの？え？何？取引をしてくれると思うよ。なんで？私はそうして地上に戻ったんだもん。あ、そうなのか。どんな取引を？もう一度言ってみよう。何？ゾンビに、だからゾンビにされたんじゃないの？違うの？飲む気になったのか？取引を。おう。何をくれんだ？一番大切なものを。あ、だから記憶はなくなったってことか。記憶っつうか。なんだこれ。誰だ？勝手者は許さん。タルトラスに行きたいのか？ハディスか？マジか。なるほど。力ずくでも水を飲ませてみせましょう。マジか。戦わなきゃいけないのね。じゃあやるとしよう。おー、いかついな、なかなかな。あ、頑張ろう。みんな頑張りましょう。どうにかなるよ、きっと。またパリスが停止になったな。何を、何で取引してくんないよ。その宝の、横の宝、何を言ってんの。どういうこと言ってんの。じゃあな、こうハデスとも戦うパターンなのか、これ。このパターンで言ったら多分そういう感じだよな。マジか。ハデス3でめっちゃ強かったからな、あいつな。あいつ、とんでもなかったぞ、本当に。こいつ腕ないの？腕切れてんのか、これ。とんでもねえな。まずヘラクレス出てこなすぎたら、もうヘラクレスの栄光じゃなくなってんぞ。あの、こいつはそんな強くねえな。あの、前のボスの方がよっぽど強かったわ。この感じだと。多分倒せるべ。ダッタガタンダッタガタンダッタン。さぞかかってこいや。まあでも多分この感じで言うと、なんか多分中盤の後半ぐらいか。レベル的で言ったら。まあそれがちょっと俺もしかしたら若干低いかもしれないけど。レベル上げてもほとんど、まあ一回、この前のボスでまあ一回やったぐらいだからな。わかんないけど。でてんててん。おい、えあっさり行きすぎじゃね？あ、なんかどっか行っちゃった。なんか次元の狭間に吸い込まれちまったわ。ギルガメッシュと仲良くやってくれ。お許しを。俺の手に負いません。お任せします。おう。さっさと行ってくれ。ありがとうと言うべきなのか俺にはちょっとわかんない。複雑な気持ちだよな。パウーパウーってなんか、かわいいな、なんか。さあ、ハデスに会いに行くかじゃ、噂の。返してもらおうぜ。返してくれんの？お前の体に。ああ。戻る？あ、戻る？返してもらう？おい、早く行け。何をバタか知らないけど。返してもらえる？おう、返してくれんの？お前結構優しいな。なんか取引に応じてくれたりとかさ、なんだかんだ結構あれだな、こいつ。いいやつだな。お、大丈夫か、しっかりするんだよ。
なんてことするんだい。誰だと思ってる。お前そんなに戦うな、お前。飲んでいないな。懲らしめてる。やめろ。乱暴しないで。代わりに渡すよ。思い出したのか。どうすんのお前。母さん一緒にここに残る。それはいいんだけどさ。どうもありがとう。本当に世話になったね。いいのか。お前、でもずっと旅してきたじゃん、ずっと。何あの、もうあいつがもうゾンビになって、もうあの時からもう決まったのかも。嘘。おお、なになになに、どうする。もういいだろうな、さっそく行け。お前は、ずいぶん取引をしたな。100回ずいぶん取引をした。声を失ったってこと。何を貸してもらったんだ。言葉な。ああ、それ、そういうことか。よかったな。よかった。ここに残るつもりなのね。お別れしていきましょう。ハデスの後ろへ。おお、なんか本当にお別れっぽいな。うん、こちらもずいぶん世話になったな。あばよ。さあ、来たか、ついに。ガチなあれじゃないの？ MP すごいな、パリスな。何ここ。敵出てくんの？三人はちょっときついだろう。この状態で。どっち上？下？どこだ？こっちか。ん？お？お許しがなくてはな。なんか割と友好的な感じだな。友好的っつうか。でも何されんの一体。ハデスは一体どこにいるの。お、上から声が聞こえる。何の声。何、ヘラクレスの声。お、もう一人やっと来たか、ヘラクレス。お願いだ。おお、ハデス全部でかくなったな。魔物を送り込むのやめろと。魔物とも操ってると。ああ、あなたがかかっていたではないか。因縁の二人だからな、こいつらな。なんだかんだで。愚かなヘラクレス。パンドラの箱に入っていた。大昔に魔物守ると思って。その封印が解けたんだよな、あのバカ野郎のせいで。でっかっ！でけえな。盗み消しの俺たちで。俺だ俺。もう名乗り出ようぜ。もう。ちょっと話聞かせてもらうか、ちょっと。お前たちが。そうだよ。お前もどうやって来たのこう。ヘラクレス久しぶりだな、お前な。生きてもいない、死んでもいない。知っていましたか。地上に戻りたいんだけど、うん。これどうと思うの。最も願いだな。こんなでかくなっちゃってよ。大切な使命がある。もう依頼から授かった使命が。ええ！やばいやばいやばい。黙れヘラクレス、なんでこんななくなってんの、お前。お前、ただのな、お前、こんなやつじゃなかったろ、お前、そんななんか。魔物を倒せば人間は救われると。人間を滅ぼすのは魔物だけとは限らぬぞ。うん。口車に乗せられて雪取りとは終わらせてくれるわ。まあ、大変なんだよ、こっちもいろいろな。関係はあるけど、それだけじゃない。魔物は神の怒りに触れて滅ぼされてしまうでしょう。アトランティスがそうだったと同じ理由で。それを防げるかもしれない。地上へ。お前は知っているようだ。
しかし、この美しい永遠の営み、それを乱すものを許すわけにいかん。タルタロスへ、そっちに行くの。タルタロスってあそこじゃん。またあれか。どうにもなるかもしんないじゃん。だってかなう望みなの。またなんか懸命だ。お前が何言ってんの。お前なんかかくれんぼしたりとかやったくせに、かくれんぼとかなんか鬼ごっことか やったようなやつが、何をそんな偉そうに言ってんだよ。おい、タルタロスまたかよ。タルタロスだよ。昔なんか家運んだりしたんだよ、俺も。昔の。お、すげえな、ここ。何これ。敵出そうじゃん。休めそうだな。休む？どうしたらいいんだろうな。参っちゃって。それは参るだろ。焦ってもどうしようもなさそうだ。あ、じゃあ休むわ、じゃあ。休憩。そうだね。パパッと休むとするか、じゃあ。何？なんで？あのさ。何？どうしてあんなに知ってるんだ？またんしのこと。いや、それはあってあれだろ？もう分かってると思うけど、うん。やっぱそうか。それは覚えてんだろうよ。一緒に勉強したこと。そうか、遠い昔の話だもんな。壁に落書きをしたじゃない。懐かしいな。アトランティス最後の日。研究室。ああ。あれはどうなったんだろうな、一体。これっきりだったもんね。姉さん、何言ったの？え、何があったの？これ、ああ、普通にいるじゃん。もっとすげえなんか残虐な光景あると思ったんだけど。普通の人間ではなかった。そんな自分は何悲しんでいた。姉さん連れて何とか逃げ落とした。地震でどうしようもなくて地上を目指した。疲れ切っていて。うん、あ、それ捕まったのか。船に乗せられてアテネに連れて行かれて、辛い毎日を。とんでもねえな、壮絶なあれだったんじゃないの。姉さんと話されて、そうしてやがて死んだ。冥界の住人となり生まれ変わった。なるほど。レイテの水を飲まなかった。すげえな。どうしてそんなことしたんだ。どうしてアトランティスがあんなことになったのか。わかったのか。神々の怒り。ギリシャの人たちを使ったのよ。なぜお怒りになったのか。アールマ。私はまだ分からないな。亀が許せなかった。必要なら亀はそういうこともできてしまう。それが重要なの。あいつ、いや、そいつどうにかしろ。そいつを ぶじろめしてくれよな、トトロ。なんかよく分からない。いろんなことありすぎたからな。眠っちゃおうぜ。全然変わってない。面白いな。こういうのが同窓会みたいな。同窓会っつうか知らないけど、そういうノリはいいよな。女の子も。もう何じゃ、あ、ヘルメスか。ヘルメス、まがまがしすぎだろ、ちょっと。永遠の償いの地。永遠の償いの地か。懐かしいね。とてつもなく、おじいさんがいるな。なんだなんだなんだ。あ、敵出てくんの、ここ。まあそう、宿屋があるから、まあそうなのか。まあ、なんか強そうだな。今日強そうな感じがするが、クエスシーラ。まあこれ倒してくれ。ああ、じゃあこの3人か。この3人で、まあヘラクレス来てくんねえと困るぞ。じゃないと俺が発狂してしまう。てんててんてんててん。まあその言ってもそこまで強くないから、敵は。この感じだと。お、1300。経験値そこそこあるな。何で言ったい。加速さん目をしている。頼もう。はい。手紙をわしの子孫に届けてくれ。アルゴの手紙。アルゴ。ネアポリスに住んでるわしの子孫たちに。ネアポリスね。アルゴと言っても、抜け出さねばどうしようもないがの。
ん。上がって。お、なんかめっちゃ人いっぱいな。こんにちは。100年ほど待つが、100年って。時間がたっぷり。こってり。面白いな、こってりとか。そうですかね。じゃあこっち行ってみるか。多分これ抜け道あんだろ。おお、誰、エピファ。まさか。お姉さん。罪を犯して。うん。お願い。助けてあげる。助ける。助けを求めたら、あの人の声が聞こえる。うん。抜け出したアルモン。苦しんでいる。罪深い女の子はお似合い。何言ってんの一体。アトランティスの悲劇は私が招いてたもの。なんでそんなこと知ってるわけ。じゃあ休んでいくよ。何それ。なるほど、とんでもねえことやってんな君たちは。希望ある。そうか、希望あんのか。つうかどうすればいいんだい。何、100回寝ればいいの。100回寝るとかそういう問題じゃないか。100年ほど待つがいいって何。どっか飛び降りるかこれ。もう一回行ってみる。おお、やった。働きたいなら透明してよ。しいいぞ。ええー、ぞ。何して働くか知らないけど。休めんの。何ここ、何部屋。冥界とタルタロスか。タロスで悪そう。いっぱい人がいる。沼に落とすのが俺たちの罪滅ぼし。うん。沼に落ちんだよ。どうなの落ちたら一体。地の底。しかし最も天に近い。謎が解ければここから出られそうだぞ。おお。どう続いてるんだ。だってあれじゃん。落ちればいいんじゃない。じゃあささっと落としてよ。恐ろしく重い。あ、そんな動かないの。あ、そうなんだ。もう一回行ってみるぞ、こっちに。じゃあ一回パパッと落ちちゃえばいいのか。パパッと落ちてよ。そっから、そっからよ。やることによって俺たちはなんかもうスパッと行くことができんちゃうのか。広そう。あ、広くない。え、何ここ。なんかようわからんかったわ。謎だな。だったらよ、落ちてもいいんじゃねえか。落ちた落ちた落ちた。いいぞいいぞ。これでよ。おい、どう言えばいいんだい。え、どうにも行けない。え、やばいやばいやばい。抜けれん。落としか重い。 やばい、この抜けれなくなったか。え、どうすればいいこれ。下。え、どこも行けないんだけど。やっちまった。待ってればいいのか。沈む。よし、沈んでいけ。あ、ここで。はあ、この謎を解かなきゃいけないのか。俺はここに進んでしまうので、別のとこから降りればいいってことか。そういうわけだ。うん、なんか見えた気がする今。あれ、こんなとこあった。お、なにこれ、なんじゃこれ。おお、すごいことになってる。え、どっから行けばいいのこれ。よし、これであれだ。てん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 。お、炎の石。やばいな、これは。うつめ、かわいいな、なんか。かわいいやつができたじゃないか。うつめ！てるてるって。でも全然強くねえな。冥界結構稼げるぞ、多分。これレベル上げやろうと思ったら。てるてるて。片っ端から行くか、とりあえずもう、どっから来たかもう全然覚えてないかな。あ、こっか。もう冥界来たってことはあれかな。もうだいぶなんか後半に来てんのかな。物語的には、なんか中盤ぐらいだと思ったけど。そうでもないか。太陽月。ここじゃないの、こっち。あ、ここも、もう、謎めいてんな。まあ、こっから解明していけばいいだろう。じわじわと。じんわりとな。これ、遠回りしていくパターンじゃないかな、多分な。予想としては。上か、お、お、おい。左の鏡。てててー。いけるところがちょっと色が違うんだよな。壁で。どう、こっちか。こっち先進む方。なんか、右側あったよな。こっちがお互いルートかもしれん、案外。知らんけど。ててててー。おー、全部なんか広いな。広い極まりねえぞ。あれ？こっちもあるし、あっちもあるし。
あれ、いけ、あ、いけない。いける。ちょ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 。ちょうど高いルート。祝いの指輪、祝いの指輪。とは一体なんだろう。とりあえず謎だわ。謎ってことにしておこう。こっちが先に進む方だったらちょっとあれだな。一回戻ってもいいかもな。一回戻ってさ。あっち側は？なんか先に進むっぽい気がするんだよな。一回戻ってみるかじゃあ。もうこっちにもあるな。今ちょっと戻ってきてなんか下の方に行ってみたんだけど。こっちの下ると、お、お、お、これはなんだ、これは、これはなんだ。あ、回復？もしかして。いや、こっちにもなんか進むとこがある。あ、ここがお宝ルートかもしれん。ぽいな。お宝ルート。あれ？そうじゃない。あ、こっちは？あ、こっちはあれかもしれんな。多分お宝ルートだ。俺の予想が正しければ。どっから行ける？トゥトゥトゥ。おい。命のろうそく。敵を倒せると言われるあの。なんもね、なんか怪しくね、こっち。なんだかんだ道が繋がったぐらいか。まあ、あそこから来たんだ。この階段行けば、まあ、戻ってしまうっていう、そういう感じかな。こう言ったっけ、俺。ここら辺行くってなった時にあれか。これにあれか。俺が戻ったんだ。そういうことだべ。ちゃー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 。全部なんか広いな。おお、なんか向こうも行ける行けないか。行ったり、戻ったりって感じかな、多分。そういう感じかもしれない。てててて。あそこどうやって行くんだ。ここ長いしね。これは、これは、お、お宝ルート。こうか。メイドの土産、ありがたい。ありがたい。向こうが多分行けない。おい。てててて。謎をめいてやがんな。怪しいな。なんかちょっとやばくない？待ってくれよ。そこ行く前にちょっと俺はもうちょっと見たい。ざっと適当にやったら、お、死者の仮面、何もなさそうだけどな、多分な、多分おそらくこれでおしまいじゃないか。じゃあ落ちれるということ。あ、落ちれるわ。おお、何これ。あ、これ地上か、これぽいな。すごいな、ドラケシックスのなんかあれじゃん、なんか山みたいだな。おお、こうやって落ちてくのね、我々は。あ、でも地上で戻れた、ついに。これはなかなか嬉しいな。ふぅ、おぉ、懐かしの。ギリちゃん襲われた。大丈夫？ご存知でしょう、何？あたりにアルマーという男、お、どっか連れて行ってしまった。どんだけだよ、マジで。あいつも気狂いすぎだろ。会社なんですか、もうあの、そのアルマーとかいうわけなかんねえ。獣をどうにかしてくれ、もあの獣をどうにかしてくれ。曲が変わってる。曲が変わってるよ。どうしよう。なんということだ。じゃあちょっとここで見るとするか。曲を聴きながら。だいぶ更新されたんじゃないの。すごい長い長い。お、めっちゃ長い。なんかこっから見て、俺は先生の研究を理解したような気がする。人は死んでも霊との水を飲まなければ元の体に戻ることができる。体が腐ったりせずに。どんだけで言ったんやか。体をしっかり保存するのが俺ハルコンだ。それが手に入るのためにリアリアの体になってしまった。すごいひでえ話だよ、もとながら。俺たちの時は完璧だった。モイラが絡んできたから話がややこしくなってしまった。モイラのせいなのか、それは。リアリが明快に残ることになった。悲しいな。元気出てのも変だな。結局リアリにはきちんと接することができなかった。お前そうだ、なんか謝っていねえだろ、そういえば。どうすればよかったんだろう。同情するのも失礼な気がして、まあ確かにな。ハリスの言葉戻った。素直に良かったなって言える。俺は褒めたり礼を言ったりするのが苦手なんだ。まあ、ハリスに会って地上に返してもらう。簡単に済むとは思ってないけどさ。脱獄したからな。ハリスはエピファーだった。アルマー先生に研究をやめさせないと人間は 神様の怒りで滅んでしまう。とか言っている。おまけにここはタラタラスでどうやって出たらいいのか俺には分からない。タロスでワロス。地味な15人の価値がある。まだ覚えたのか。エピファーに俺はオリハルコンを買うときに貸したんだ。
こんな時に何を思い出してる。俺は混乱してる。俺はいつも混乱してる。なんか俺見てるやつだな。俺見てること言ってんだもん。お前、それと俺だったのか、お前は。恐ろしいやつだ。恐ろしい男だ。あ、これもしかして神殿行ける？多分神殿、魔法が今まで使えなかったけど、これによってあれなんじゃねえか？神殿に行けるようになったっていう、そういうパターンか。シャーの仮面。かっこいいな、この曲な。アテネ行ったら何？もう最終決戦みたいな感じになるのかな？最終決戦ってなんか感じもするけどな。一周した？フォーなんかあれだな。結構いい曲いっぱいあるな。ちょ、見てみる？バイタリー、ティーナス。妖精だけの友達。結構いっぱいいるもんな。森の神様。もみもみおじさん。もう多分曲一周したっぽいな。カイロなんかさらっといなくなってるな、あいつな。そういえばどこ行っちゃったんだろう。イリス最高の兵士。魔法突然キップルーツ。魔法が使えばいいって感じか。とりあえずなんか魔法使えないやついるもんだな。一部な。よし、いっか。じゃあとりあえずアテネ行って、おい、どんな感じになってるの？大丈夫これ？このまま行っちゃって大丈夫？おお、まあとりあえず行っか。じゃあささっと行きましょう。まあでも普通に人いいんじゃん。うん、まあ平和じゃん。あれ、これアテネだよな。坂が多くて歩きにくい。え、全然なんか割と普通じゃね？なんかアテネって言ったよな。商売できるよ。以前通り。なんか話は変わってんのか。斧めっちゃの強くなってる。巨人の槍。斧すげえ強い。やるのじゃない。意外と変わんねえな。偉大な剣。剣いいよな。お、アテナ装備だ。アテナ装備きたか。あ、祈りたてことがある。ラインナップ変わってんね。つうことはまあここで合ってるってことか。一応は。ちょっとあそこ、あ、あれ？どうだっけ？このありさま。何の楽しみもない。そうか。ちょっと軽くじゃあ話聞いてみる。軽くじゃあちょっとさらっと話聞いてよ。そうだ、判断すか。あ、誰もいねえ。見事に誰もいなくなってる。てってってんてんてん。恐ろしいな。ちゃー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 。そうか。にしてもなんか人少ない気がすんな。いなくなってしもた。あるもん。ああ。どんな能力持ってるのあいつは一体。なんでそのみんな連れていくことができるわけ。で、逆になんであなた方はなんかあるの。ここに留まることができたわけ。その違いなんだよ、一体。それしょうがねえな。みんなパリスパリスって一生懸命頑張ってあるのに動すぞよ。気が狂った俺な。大丈夫かお前は。じゃじゃじゃん。アルマニってどこに連れてかれたんだよ。もう粒減ったな。マケドニアの兵士たちに。おう、なるほど。恐ろしい話。マケドニアという国の兵士たちがみんな連れて行きよった。北東にある国だそうじゃ。北東どっかなんか道なんか止めてる、なんか止められてなかったっけな、どっかなんか。なんかそんなことがあってる気がするんだよな。ああ恐ろしい話だ。ちょっとやってみるか。せっかくだからな。もしかしたら一気にもガバってくるかもしれない。まあ、使えるかもしれんと。お！
いっぱい来そうだな、これ。まとめてやっちゃうか、じゃあ。じゃあ、こっから、じゃあ、どのぐらい魔法を覚えるのかっていうことを、じゃあ、パッと。ふい。しても、そんなに変わってないか。変わってないってか、多分、まあ、レベル上がれば覚えるって感じなんだろう、きっとな。知らねえけど。まあ、きっとそういう感じだな。まあ、こういう感じだよ。どうだっけ、なんか、あそこの、なんか変な洞窟にあるなんか神殿も行ったんだけど、確かにね、どこだったかな。あ、ここだ、このサンタレンのなんか北にあるなんか洞窟があるんだけど、そこにも神殿があって、あそこはなんもなかった。なんもなかったよ。多分な。アテレの城来たけど、誰もいねえな。え？もぬけの殻じゃ、お、人がいた。誰もいなくなっちまったよ。すごいね。見事にいなくなりすぎたって、どんな手を使ったんやって、あいつは。どんな恐ろしいあれを使ってこんなことになってしまったんだろうって、本当に誰もいねえかもしれん。お、まだいた。じいさんが。はい。これはまあ昔聞いたやつか、じゃ。なるほどね。まあでも結構ここ重要なあれだよな。邪悪な国。悲しい話だ。邪悪とは一体何であるのか。持ってるぞ。だいぶなんかあれなんじゃ埋まったんじゃないの。はい。恐ろしいな。なんじゃそれ。あ、魔物図鑑見てないな、そういえば。魔物図鑑どこに。魔物の記録。お、すごい。まだ埋まってないな。全部は埋まってねえな。あ、結構いるもの。お、すごい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 。これボスか。ギリシャ兵隊長。お、すごいな。あ、違う。雑魚的だ。へえ、ちゃんとあれなんだ。すごいな。ドラクエみたいじゃん、なんか。しっかりと記録されてんだな。あ、ロバ様いる。誰もいないよ、誰もいないよ。サンドルに行っちゃった。うん、北に行って東に行く。そうか。まあ、そういうこともあるよ。てててて。無理やり主にされてるの。同じ顔をしている。そうか、邪魔。アールモアとかいろいろじゃ探しに行くとするか、次回は。では、さらばだ。